はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、口の中がね、またね、ボロボロになってきました。もう何回目になるんでしょうかね。もう度重なりが過ぎますので、もういちいち数えてないんですけども、口の中がね、不快感に満ち溢れています。まあどこにもね、ぶつけれないこのような気持ちをですね、このような形で動画にしていつも皆さんに聞いてもらってますけども、骨髄移植の副作用をね、抑えるために飲んでいる免疫抑制剤の副作用で、口の中がね、免疫不足になってしまって、このようなことになってます。まあ今に始まったことじゃないんですけどもね、免疫抑制剤をね、飲み始めてね、2年が過ぎますけどもね、体の状態というのはね、山あり谷ありね、ありましてね、免疫抑制剤を飲む分量が増えたり減ったりを繰り返しています。で、今は減ってきております。その増える時期というのはね、まあ去年の6月にね、その肺炎になった時のようなね、その何かしらの病気にね、かかった時に増えました。で、そこからまあ徐々にね、体が回復していくとともにですね、免疫抑制剤というのは減っていくんですけども、回復するまでの体というのは、もちろんのこと、その病気を患ってますので、そんな病気を患っているとですね、前回のような肺炎であれば、肺の GVHD になる恐れがあります。その GVHD というのは、まあ、別名移植変態縮死病というんですけども、ドナーさんのね、まあ、臓器提供者の臓器や細胞がね、免疫反応によって、レシピエント、患者さんのことですわ、患者さんの臓器や細胞を攻撃することによって起こる症状です。これが怖いんですよ。で、そのようなね、GVHD というのはですね、体のいろんな臓器や細胞でね、起こる可能性があるんですけども、その各 GVHD を防ぐために、患者さんの免疫反応を免疫抑制剤で抑えます。そうすると、ドナーさんからもらった臓器や細胞が患者さんの体で正常に機能してくれるようになって、患者さんを救うことができます。しかしね、その免疫抑制剤で患者さんの免疫を抑える働きをずっとしていると、これね、もうずっと免疫抑制剤をね、飲み続けなければならないようになるんですよ。これではその免疫抑制剤のね、副作用っていうのがね、ずっと続いてしまいますので、これね、別の病気になってしまうんですよね。これは大変なんですよ。なので、ドナーさんの臓器や細胞と患者さんの臓器や細胞をこう馴染ませてもらわないといけないので、患者さん同士、ドナーさんの細胞と患者さんの細胞同士がね、馴染んでもらわないと、仲良くしてくれないといけないわけなんですよ。なので、そのある程度のそのこの状態でね、軽い GVHD の症状をね、わざとね、続けさせていくんですね。で、そのある程度の軽い GVHD の状態で馴染ませていって、回復をもたらす効果っていうのがあるんですけど、その効果っていうのを GVL 効果と言います。これも辛いんですよ。もうこの状態がね、すごいね、辛いんです。ほんで、今はその免疫抑制剤を減らしてますので、減らすことで起こる GVL 効果を期待している状態なんです。今この状態なんですね。だからね、それがこれまでもずっと出てた口腔粘膜、口の中の粘膜に再び出てきてますので、口の中がボロボロになってます。これね、今になって分かったんですけどもね、その骨髄移植の GVHD でね、その粘膜障害になりますけど、それを抑える、ね、免疫抑制剤でも粘膜障害のようになるんですよ。わかります？骨髄移植でも GVHD で粘膜障害になります。で、それを抑えるために飲んでる免疫抑制剤でも粘膜障害のようなことになるんです。まあ2回同じこと言いましたけれども、その GVHD を抑えようが、抑えないでいようが、どっちにしても僕の口の中はボロボロになってる状態をね、続けてることになるんですよね。まあ症状の出所っていうのは患者さんにもよりますけども、
僕は今のところ口の中と目に出てきてます。口の中とね、目ですね、こっちの目がすごい痛いんですよ。そういうのが風にね、いっぱいね、いろんなところで出てくるんです。ほんで前回の通院でね、その免疫抑制剤を減らして、あのね、10日ほど経ったんかな、10日ほど経ちましたけどもね、あの今朝起きたらね、急に口の中がね、乾燥によるボロボロがね、強くなってきました。そして痛みは横ばいです。しかしね、その以前と変わったところがありまして、それはね、なんとね、味覚なんですよ。味覚がね、あの感じれるようになってきましたね。まあ回復してきたと言ってもいいでしょう。味覚がちょっと回復してきてます。まあでもね、特にね、その味付けを濃くしてるものをね、こう食べ始めたわけではありませんけどもね、あの痛みはひどくなってるわけじゃないんですけども、まあ欲張りなので痛いもんはずっとね、痛いんです。痛みがずっと続いてるんですよ。でもそのね、味を感じながらも痛みを感じるので、まあでもちょっと人は進歩はしているかなとは思ってます。こうまあボロボロになりつつもね、まあ一応前に進んでるのね、よしとしておきましょう。まあそんな感じでね、口の中がまたボロボロになり始めたというお話でございました。今日は以上です。今日もね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。